岩井町営軌道。岩井町営軌道は、かつて、鳥取県岩見郡岩井町、現、岩見町の岩井温泉駅と岩見駅とを結んでいた、鉄道路線である。軌道法による軌道であった。岩井鉄道、岩井京弁鉄道などの故障もある。岩井村、岩井町が運営、岩井温泉と国鉄山陰本線とを結び、温泉客や、 荒金鉱山から算出される同鉱石を搬出していた。運営母体の自治体の遠隔、山陰本線のルート決定前、当時の鉄道院総裁だった、後藤新平が鳥取に視察に来た。この時に、岩井温泉の木島屋のお上の木島よし、木島よしなど、異表記がある。本校では、よしで統一は、後藤総裁の地偶を得た。それ以来、よしは、 東京の後藤総裁のもとへ陳情に上がり、山陰本線の誘致を行った。陳情の効果もあって、原案では、海側ルートだった山陰本線は、岩井温線の近くを通るルートになった。とはいえ、新駅の岩見駅から岩井温線までは、直線距離で 4.0km だったが、実際には、一度、荒井地区まで迂回して山陰道まで戻る必要があった。このためは、 駅と温泉を結ぶ、短絡路の建設を訴え、1912年、明治45年にこの道路が実現した。地元ではこの道路を、およし道路と呼んだ。1924年、大正13年に刊行された、全国温泉案内では、岩見駅から温泉までは、わずかに30丁、約3.3キロメートルであり、道のりは、平坦なので、岩見駅から徒歩でもすぐである。 と紹介している。他に、駅前からは、自動車、40線、人力車、50線、馬車、30線の交通の便があった。一方、この頃、荒金銅山では、銅鉱石の採掘が本格化した。1912年、大正1年から、銅鉱石の輸送に、およし道路を使うようになった。九百十三年、大正二年に、鉱山の所有者が変わって、 設備投資が行われて、産出量が増え、1914年、大正3年に始まった第一次世界大戦によって、需要が高まり、鉱石の出荷は躍進した。鉱石は、鉱山からトロッコと、インクラインで藍山まで運び、そこから温泉までは、トロッコ、温泉で馬車に積み替えて、岩見駅まで運んだ。入馬車体は、一度に二十数両で、これが、 毎日内を往復もしたために、およし道路はあっという間に傷んでしまい、朝に整備しても夕方には通行不能になるようなありさまだった。岩井村は鉱山に道路の補修費を負担させたが、鉱山の排水による高毒問題で周辺農家への補償費がかさんだり、1918年、大正7年の大洪水で復旧費用が膨らんだりして、道路の維持が困難になってきた。 そこで村で協議を行い、鉄道、軌道を付設することにした。1920年、大正9年に議決、およし道路の拡幅を行うとともに、軌道付設の申請を行い、1921年、大正10年11月30日に、岩井村営自動車軌道として認可を得た。当初の認可では、翌1922年、 大正11年5月いっぱいで軌動不設工事を終わらせることになっていた。ところが技術者不足で測量すらままならず完成期限の2週間前になって着工時期の延期願い出す羽目になった。この時は同年8月いっぱいまでに着工するとしていたが、実際にはもっと先まで着工に至らなかった。この間、1923年、大正12年に、 鉱山王の久原房ふさのが荒金鉱山を買収し、鉱山は久原工業の参加になった。久原は設備投資を行い、校内の近代化を図った。岩井村営軌道の布設工事に、目処が立ったのも久原によるものだった。系列会社の久原軌道工業から送り込んだ、鉄道技術者によって1925年、大正14年6月末から工事が始まり、12月に、 完成した、春工届の日付は、翌1926年、大正15年1月4日付、運輸開始日は1926年、大正15年1月20日となっている。鉄道事業の新生児の主意書には、温泉客は、1カ年延べ人員約10万人を、越し、越えなおも、著しく激増の数勢としている。一方、鉱山については、 年産額約8000トンとしながらも、近年経済界の強行のため、搬出を中絶しているとある。当初、国に提出した案では、鉱石輸送に頼らずとも、温泉客と若干の農産物の輸送で黒字を見込めるという計画だった。しかし工事が頓挫し、荒金鉱山が九原産下となった後、事業計画が大きく変更になった。 岩井温泉の駅の位置を大きく変えるとともに、鉱山の鉱石輸送の便を測ることになった。これに伴い、当初予定していた、付設距離2マイル半4.02キロメートルから2マイル18チェーン3.58キロメートルに変更になっている。岩井町営軌道広くを表した、阿保明雄は、こうした変更は、当初から折り込み済みだっただろうと指摘している。安保によれば、 本来は旅客輸送のための路線で、しかも路線規模が小さいにもかかわらず、無害貨車が異様に多く、客車の保有数が3両に対して無害貨車は9両となっていた。この鉄道事業には県の補助金や町の公金も当てがわれていて、商工会と久原工業からの寄付金も含めると、補助金、寄付金収入は鉄道事業そのものの営業収入と、 ほぼ同額に上っている。安保は、これらの公的補助金を受けるために、当初は私企業である、久原工業が関わっていないような形で認可を得たのだろうと推測している。安保は、申請上は、旅客輸送のための路線として認可を受けているが、実態は、鉱石輸送が、主たる目的だったと述べている。鉄道開通によって、岩井温泉は、 最盛期を迎えることになった。この頃、まだ、鳥取県内には他に、瓶の良い温泉地が乏しく、京阪神をはじめ各地から客が集まるようになった。鳥取県内の全宿泊客の半分を岩井温泉が占めるようになり、県の有興飲食税の6割は岩井温泉からの上がりだった。島崎東村が岩井温泉を訪れたのもこの頃である。荒金鉱山の労働者たちも、 盛んに温泉に遊びにやってきて、旅館は十数軒並び、料亭ができ、三十人余りの芸者がいて、人力車や馬車が二十台ほども集まった。当時の内務省の統計によれば、1926年、大正15年には18,223円、余りの旅客収入があり、これに加えて、郵便、荷物、鉱石の輸送収入が5,727円あった。 鉱山では、鉱内からトロッコとインクラインによって鉱石を岩井温泉まで運び、そこから鉄道で岩見駅まで輸送するようになった。採掘量は最盛期を迎え、従業員600人から700人、月の産出量は200トンから250トンにも及んだ。安保は、ここでも申請と実情に乖離があったことを指摘している。 書類上はあくまでもこの路線は岩見駅から岩井温泉までであり、久原工業の貨物船の運ぶ鉱石は岩井温泉駅で一度席変えるということになっていた。しかし実際には岩見駅と久原工業の貨物船の終点、藍山まで貨物列車が直通運転をしていた。安保によれば、上映と言いながらも寄付金だけでなく運行の実務や事務処理に至るまで実際には、 クハラ工業側の人員がになっており、クハラ工業の専用軌道に近いものだったとしている。荒金鉱山では経営の拡大につれて荒金川小田川流域農地への鉱毒問題が広がってゆき、被害保障の負担が増えていった。川床の下を通る水路を整備したり、水質改善のための石灰を無償供与したり、収穫源の差額を金銭保障するなどした。一方、 鉱石の採掘量は次第に減っていった。鉱石の搬出は鉄道輸送から小田川沿いの道路を使ったトラック輸送切り替えが始まり、長営軌道の貨物収入の減少となって採算の悪化を招いた。さらにレールの交換費用や車両の修理費用が鉄道事業の収支を圧迫し、1931から32。 昭和6から7年頃から経営は苦しくなっていった。一頃は鳥取随一の繁盛を見せた岩井温泉だが、県内各地の交通網の発達や新温泉の発見に伴って、他の温泉地にも客が集まるようになり、岩井温泉の客足は衰え始めた。温泉街に大打撃を与えたのが1934年、昭和9年6月6日に発生した大火災。 祝いの大火である。強風によって火は温泉街全域に広がり、甚大な被害を出した。216個あった住宅のうち149個が消失したほか、金融機関や郵便局、警察署など非住宅の建造物も177棟が全焼した。この年の秋の室戸台風が鉄道の経営難に追い打ちをかけた。 この台風によって岩井軌道でも線路が流出するなど大きな被害を受けた。年度の営業日数は174日にとどまり赤字に転落した。翌1935年昭和10年も復旧に時間がかかり40日しか営業できなかった。1936年昭和11年にようやく営業を再開し、 新型車の導入などの設備投資も行われた。これによって事業は再び好転に向かったかのようだった。しかし1931年、昭和6年の満州事変、1937年、昭和12年の日中戦争と時局は悪化の一途をたどり、1939年、昭和14年頃には整備、修理用の鉄の入手が不可能となり、レールの補修もままならなくなった。 経営難のため所有者料を仙台鉄道へ売却するという話も出たが、この時は何とか踏みとどまった。1943年、昭和18年9月10日に発生した鳥取地震は鉱山に壊滅的な打撃となった。この地震で鉱内の設備が壊滅した上、郊外に設けられていた園庭が崩壊して恒例が流出。 公院の宿舎三十二棟と付近の住宅十五棟を押しつぶし、死者行方不明者六十二名の惨事となった。これ以後、鉱山では、校内の掘削が不能に陥り、沈殿堂の採取のみを行うようになった。1943年、昭和十八年の地震によって起動は、休業に陥った。町では、前後策を講じ、ひとまず自動車での運行に切り替えて、 存続を図るため、鉄道大臣に代替免許の申請を行った。この申請書によれば、軌道事業の交際の償還が8万円余り、残っている上に休業中の職員の手当も必要で、ただ町の税収で埋め合わせするだけでは急房するため、自動車輸送での事業継続の必要があるとことだった。しかし、戦時中で手続きが進まず、許可が得られないままだった。 当時の町長が大阪の鉄道局長の佐藤栄作に相談したところ事業の休止を進められ営業休止の手続きを行った。このため書類上の休止日、休止届は1944年昭和19年1月11日となっている。休止後、有休になってしまった鉄道設備や車両は北海道の住港や千葉県の九十九里鉄道へ 教室さされれれた。た。これと引き換えに、岩見町の12万円が免除された翌1944年昭和19年9月16日から18日にかけて鳥取を大雨が襲った各地で堤防が決壊し前年の地震で崩壊していた高齢を押し流して水田に流れ込み高毒の被害が広範囲に拡大したこれで銅山は閉山になった 一帯の水田では、数年の間、全く米が収穫できなくなった。手続き上はあくまでも、休止であったものの、荒金鉱山が事実上廃校となって、事業の再開の見通しはなく、終戦の混乱の影響もあって、岩井町では、鉄道事業は廃止となったものとみなしていい。しかし書類上は、営業休止のままになっており、1964年、 昭和39年になって、ようやく正式に廃止許可手続きが行われた。このため記録上は1964年、昭和39年3月27日が廃止日となっている。1934年、昭和9年4月の時刻表によれば、岩井温泉と岩見駅との間は、片道所要時間14分で、朝4時台から、 夜0時台まで、1日16往復運行していた。片道の運賃は15銭である。開業当初は、片運転台式、単単式機動車の車両、自波を使っていたので、岩見駅と岩井温泉駅には、転車台があった。後に、洪水で線路を喪失したり、変運転台式の車両を使わなくなったため、配線に変更があったと考えられている。 岩井温泉と岩見の間には、列車交換できる施設はなく、全線単線だった。両駅の中間で鴨尾川を渡る橋があるが、その右岸に、恩賜駅があった。恩賜と岩見駅との間では、道路と並走していたが、1939年、昭和14年当時の乗車期によれば、途中で後発のバスに追い抜かされるような速度だったという。国鉄とは、岩見駅経由で、 連帯運輸を行っており、東京駅、山手線各駅や東海道本線主要駅をはじめ、全国で切符を買うこともできた。開業当初の車両は、機関車1両、ガソリン軌道の客車、自動機客車1両、無動力の客車、付随客車2両に、有害貨車1両、無害貨車9両だった。その後1936年、昭和11年にガソリン式の客車、 自動機客車を一両追加購入している。これと前後して、旧型の客車が廃されたとの記録があるが、いくつかの記録で祖母があり、はっきりしない。主要な車両はすべて日本鉄道事業を通して調達された。弱小メーカーだった同社にこれだけの車両を一度に発注するのは不自然である上、機ハ一号は主流ではない動力方式である。機関車も、 同型を二両揃えれば、保守整備の効率化が図れるのに、あえて別型とし、しかも、プリモウス号は、モンタニア号。これは、日本鉄道事業者経由ではないよりも75%も、割高の価格だった。日本鉄道事業と、荒金鉱山を経営していた、クハラ工業は、所在地が同じで、業務上も、両者の関係があった。岩井町営起動記録は、 これらの車両が導入されたのは、公営の鉄道事業とはいえ、事実上の運営者だった、久原工業の意向によるものだろうと指摘している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。